さあ、お相手の方は優勢、なんかジャックを使ってくるというね、熱い要望がありましたので、ジャックを使っております。とりあえずまたね、いつも通りね、コンボパーツを取れるまでは早送りしたいなと思います。さあ、とりあえず引き切らしたはいいが、さあどうするんでしょうか。力を貸してくれ、モンスターを通常召喚。今ね、あの人ね、手札ね、多分ね、25枚くらいあるんじゃないかな。手札25枚くらいあると思うわ。さあ、バグロード、なんやろバグロードって。俺の魂が罰則金、あやこのカード、自分の手札を2枚選んですけど、なるほど。え、バグロード、サモンチェーンはなんか召喚金増えるんですね。バグロードはサモンチェーンは、バグロードが、待って、ちょっと待ってね、ちょっととりあえずバグロードの効果、お互いに自身のフィールド上のレベル4以下のモンスターと同じレベルのモンスター1体を手札から特殊召喚ができる。なるほど。つまりレベル1が出せると。なるほどかな。で、自分手札を2枚選んで捨てるのと、召喚権がなんか3回増える、3回っていうか3回になるみたいな。でソニックウォーリアー、ほう、なるほど。さあ、ソニックウォーリアーからのスピードウォーリアー、はい、スピードウォーリアー、 OK、スペードウォーリアーで、チューニングガム、なるほど、効果、はいはい、あ、チューナーにする。あ、そんな効果あるんだ、それ知らなかったわ。チューニングガムの効果知らねえ、なんかぼっちに投げ捨ててるだけだったから、ちょっとその効果知らなかった、ごめん。モンスターをシンクロ召喚、はい、シンクロ召喚していく。価値を食らうソロス、マジ誰やんのモンスター来るな。さあ、価値を食らうソロスは、相手フィールド上のモンスターの攻撃力を下げるプラス効果を無効にするという効果を持っている。でバリキテリウム効果な、あ、特殊召喚、はい、バリキテリウムはなんか何の条件もなく手札から特殊召喚できるレベル4のモンスターということですな。456788か。お、今ここに列をなす。何、天地冥道の力を、それは我が魂じゃないか、ユース、ユース、それは我が魂、友の魂、あ、じゃあ俺の魂な。レッドデーモンズドラゴン、なるほど、レッドデーモンズドラゴンはいいよ。力を貸してくれ。はあ、モンスターを取っ、クリエイトリゾネーター、でシンクロンリゾネーター、なるほど。これバーニングソロの境地か、この88911112バーニングソロの境地、出たバーニングソロの境地、スカーレットノバドラゴン、かっこよ。え、これ何が起きるの、意味が分かんないんだけど今のところ。手札から魔法カード、はい、主のマジックボックス、相手のフィールドのモンスターを破壊して、あ、くれるんだ、あざす、ありがとう。我が魂来たわ、まあ、我が魂っていうか、うん、まあ、燃える魂、我が燃える燃えし魂で、サイキックリフレクター、はい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 、からの謙虚な壺、はい、謙虚な壺で、手札を2枚選んでデッキに戻すことができる。さあ、1枚選んで戻して、2枚選んで戻す、はい。でどうすんの、さあ優勢何を見せてくれるんだ。さあ、バスタービーストの効果によってバスターモードを手札に加えていく。で、リフレクターの効果発動。これ、あれですね。ネタレッキ選手権、毎回思ってるんですけど、サイキックリフレクターの汎用性高すぎますね。ネタレッキ選手権。とりあえず、汎用シンクロモンスター出すのに、この1枚で、指導できるんで、サイキックリフレクターのネタレッキ選手権だと過労死するっていう。で、V ソーリアはチューナーがいると特殊ができるカード。ていうだから、はい。789、9シンクロできますよ。さあ、どうするんでしょうか ?7 と1で。お、これは、これは召喚ムービー出るのかな。はい、スターダストドラゴン来た、一生せよスターダストドラゴン来た、スターダスト、マジで何が起きるんだろう、マジで何が起きるか分かりません。今のところ召喚ムービー見ます、発見、うわっ、ウォホー、でリビングフォッシュル、なるほど、墓地のレベル以下のモンスターを特殊召喚できるカード、リフレクターからの速度、希望の力、来た、シンクロ召喚、希望の力、フォーミュラシンクロン、シンクロチューラー、フォーミュラ、来た、これはあれか、うわー、絡みつく時間振り切って、限界までぶっ飛ばして、ギリギリの思いつないだら行くのさ、マイウェイ、赤くたぎる情熱抱いて、モノクロの景色を抜けたら、ノンストップで一気に追い越してゆけ、
誰よりも早くたどり着きたい。守るべき人がいるから。効果を使わないと。これ無効にしていいの？あ、これダメなんだ。 OK、 了解。で、どうすんの？この後、この後どうする？これ俺はどうすればいいんだ？なるほどね。はい、殴ればいいんだね。とりあえずこれ殴ってくださいらしいんで、殴りますか。これ、くしきもこっちの方が打点高いけど大丈夫。スカーレットノバドラゴンの攻撃、バーニングソウ、バーニングソウ、ウルトラソウル、ヘイ。何これ、聖なる鎧、ミラメール。やばい、こいつは攻撃力同じにするカード。確か相手のモンスターと攻撃力同じにするカード。そしてギブアンドテイク。何ギブアンドテイクあれ、これ分かったぞ。これ分かったわ。これ分かっちゃった。俺これ分かったわ。これは最終回だろ、 5Days のってことだろ。これ俺ハイアンドロー使えよ。ハイアンドロー使えってハイアンドロー使えよ。ハイアンドロー、何聖なるバリアミラーメールとか使ってんだよ。まあ、ハイアンドロー使えよ。ハイアンドローでデッキのトップめくってなんかあれだろう、あの攻撃力同じにした方がいいだろう、どう考えても。さあ、チューラーモンスター、ジャンクシンクロ来た。さあ、ジャンクシンクロの召喚、ジャンクシンクロのモンスター効果。さあ、墓地のレベル2以下のモンスターを置いて特殊召喚できる。頼むぞ。ちなみにね、あのスカーレットノバーが破壊されて、レッドデーモンズラゴンは、ね、確かね、なんかデーモン国みたいなやつ装備してて、でなんかあのレッドデーモンズラゴンを蘇ってたってきたんですよ、最終回では。でですね、その僕のレッドデーモンズラゴン、我のレッドデーモンズラゴンをまさかのね、何ここで、ちょ言うわそれ、そのセリフ。何レベルコピージャンクリボーを見せて、ジャンクシンクロンのこいつは効果何？これは特に何もない。なるほど、これは特に何もないっていうことは、とりあえずレベルを合わせただけってことですね。すごい星が、そうなんですよ、バカ光さず肉となれ、シンクロ召喚、バカな、ジャンクオーリア、ここでジャンクオーリアだと。走れ明日へ、かっこいいんだよこの召喚ムービー。進化の道はユース、ついに見つけたか、お前の答えを。あ、ジャック、俺はこの街に残る。何ペンペンペン、パワーオブフェローズ。さあ、ソニックウォリアの効果、さらに、シンクロスプリッツの効果。シンクロスプリッツはシンクロモンスター1体を選択して、その後除外したモンスターのシンクロ召喚に使用したシンクロ素材1組を墓地から特殊召喚できる。うわー、そのモンスターは優勢のデュエルをこれまでずっと支え続けてきたモンスターたち、そして破天荒な風、最終回と同じ攻撃力だ。5500、何たどり着く場所、今は見えなくても走り出せ、強い、その足で強い、うわー、続くこの道を、見事だぜ、ユース。ゴーインマウェイ、切り開いてゆけ。俺の魂に響いたぞ。タラララタ。さあ、そろそろ決まってほしい。初手リセマラがもう、ね、めっちゃついてるから、初手リセマラ、もうこれで多分500回目くらいなんだけど、そろそろ決めてほしいんだけど、まだ、さすがにイライラしてきたわ。さすがに、おあ、来た。ああ、来た。はい。なるほど。あ、その動きをしなかったっていうパターンですね。はい。なるほどですね。ウォーテリー、OK？ ウォーテリー、OK？ 答えて。ウォーテリー、OK？ デスターラスチャージウォーリア、OK？ とりあえずこれあれかな、ドローソースかな。ちょっと一回ドローソース系のやつは、あの、早送りで飛ばそうと思います、ね。まあ、こっちも割とハンドはいいんで。はい。さあ、シンクロキャンセルがもうこれであれか、デッキを引き切れたっていう感じかな。さあ、デッキ引き切っていただく。ターン11は結構早かったんじゃないかな。力を貸して。
で、マハゴイータ無限に出てきた、はい、マハゴイータからの黒魔術のベール、なるほど、黒魔術のベールからの、はい、エクゾディア。どういうこと、どういうこと、何がしたいの、何をしたい君は。光のレード、はい、光のレードで、トルクチューンギア、なるほどね、トルクチューンギアって何、何これ、装備モンスターの攻撃をし500アップし、チューナーとして、へえ、チューナーになれるんだ、へえ、なるほど、これでマハゴイータの効果は、リリースするとフィールド上全てのモンスターのレベルが単勝者で1つ上がると、なるほど、456と、はい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 、で封印されし者の右腕4567シンクロ、はい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 、なるほどですね、シンクロ召喚していく、でエンシェントフェアリードラゴン、はい、なるほどですね、でですね、魔法石の採掘を発動していく、さあ手札を、2枚捨てると墓地の魔法カードを回収できる、でシンクロキャンセルを回収、なるほど、なるほど、これ分かったかもしれないぞ。で、目する死者で、パーツを、はい、蘇生して、で、シーアーチャー効果、装備できる。フィールド上のモンスターに装備できる。で、死のマジックボックスで送りつける。なるほど。で、エンシェントフェアリー効果、で、シーアーチャー、で、シーアーチャーで、もう一回目する死者で、蘇らせて、分かったかもしれない、これ分かったかもしれない。これ分かったかもしれない、分かったかもしれない。嘘だろ、嘘だろ、嘘だろ、やばいこと起きようとしてるぞ今、やばいこと起きようとしてないか、これシンクロスラインになった封印されし者のパーツが読み合えるんでしょ、やばいやばいやばい、やばいって、オルフェイゴールアレンジだってない、これどういうこと、あ、どういうこと、射精ってこと、射精ってこと、これどういうこと。ちょっと待って、どういうこと、どういうこと、やばいこと起きてるって、これちょっとなんか逆再から見た映像載せとくわ、編集で、これやばいわ、これ、これはね、さすがにスクショだね、さすがにスクショ、やばすぎ、誰が勝てんねん、このデッキ。